協定は半導体製造、大手 tsmc の子会社ジャスムや ja 菊池など4社で締結しました。協定は水を蓄える効果が高いとされる。白川中流域で田んぼの作付け、面積を広げて地下水の寛容を進めることが狙いです。協定ではジャスムがこの流域で生産した米を流通。価格より高い値段で買い。社員食堂で提供することなどを盛り込んでいて。 年間60トン以上を購入すする方針で JASM の第一工場は年間およそ310万トンの地下水を採取する計画ですが県は今回の協定で年間最大300万トンの寛容を期待しています。